はい、どうもモンチョグレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はこちらでございます。はい、というわけで昨日に引き続きこちらグレードアップスカウトでございます。まあ昨日ね、お知らせの方にも来ておりますが、こちらはい、中継ぎの選手ですね。 S ランクの中継ぎの投手たちが12名追加となりまして、でもグレードアップスカウトがね、同時に、ガチャとして来たわけなんですけれども、まあもうそのね、1本目の動画もぜひね、まだ見てないよって方は見ていただきたいなというふうには思うんですが、こちらでございます。はい、やっぱりね、今回ここパットン選手をどうしても引き当てたいというところでございます。まあツイッターの方ではですね、もうすでに、出るまで回そうかなみたいなお話をね、まあパットン選手が出たのが確認できた瞬間にツイートしてはいるんですが、まあその名の通りこの、パットン選手がですね、シリーズ2ですね、2017シリーズ2の S ランクの中でですね、まあもうほぼ唯一というか戦力になる選手の中で唯一と言っていいほど、引けなかった選手でございます。はい、でまあ前回もパットン選手はグレードアップスカウトで来ていて、まあ10人目の追加ということで遅めではあったんですが、まあ中真ん中ぐらいかではあったんですが、まあその後ミキサーで狙いに行こうとしてもなかなか手に入らなかったというところですね。まあちょっとやっぱりここでしっかり確保しておいた方がいいんじゃないかなというところで、今回はこのパットン選手を狙ってグレードアップスカウトの方をね、深追いしていきたいなというふうに思ってます。ただまあ正直そのミキサーももちろん可能性としてはあるので、可能性としてはというか絶対やりはするので、まあそのどこまで追い求めるかっていうのはちょっとある程度上限は決めたいなと思ってますが、まあちょっと本当に出るまで回すぐらいの気持ちで回していきたいなと思ってます。でとりあえず今回はまた一周を回していこうかなと思ってますが、グレードアップスカウトの美味しいところとして、この他の自チームの S ランクの選手も引ける確率が他のガチャに比べては高いガチャになるので、まあそこを考えれば S ランクが出たら自チーム確率が 30% なので、まあそこを考えた時にですね、今新選手というか持ってないニューノのつく確率が 50% になるので、まあそこを考えると非常にいいかなというふうに思っております。そしてまあ何よりこの今回の中継ぎの選手たちが非常に他の選手も欲しい選手がいるので、まあそこを考えた時にも非常にいいかなというふうに思ってます。はい、まあ、他の選手でいうとまず1周目ではこの秋吉投手を引き当てることができました。まあここも一応狙いには挙げてましたし、限界突破5回、2800作れるので、まあそこを考えると非常にいいかなという結果ではございました。で、まあ、あと他の選手で見ていってもこの岩瀬選手ですねが、まあ TS で出る可能性はもちろんありますが、欲しいところになりますし、あとは、巨人マッソン選手、この辺も欲しいし、でパットンは言うことなしだし、まあ、バンダオ選手もそうですね。ここも、おそらく限界突破5回できるはずなのでぜひ欲しいですね。まあ、ここも多分対人戦非常に強いピッチャーになると思うので、うん、まあ、その部分でも欲しい。であとは広島今村選手も欲しいし、ロッテの内選手はちょっと限界突破がなかなか厳しいんですよね。で宮西選手は、正規型にはなってしまってますが限界突破5回でできると。で近藤選手はちょっと限界突破が厳しいですが、この福山投手もね、ちょっと A ランク捨てちゃったというか、特権に混ぜちゃったんですけど、ただ B 級市場が4つもあって、っていうところで考えると、まあ、対人戦で非常に強いですね、これは、間違いなく。うん、ツーシーム A っていうのは非常に魅力的なので、まあ、ちょっとその辺も含めて狙っていきたいかなっていう感じではありますが、で、岩崎選手も、限界突破5回できます。で、武隈選手はちょっと限界突破が厳しいので、まあ、そう考えていくと、岩崎選手、福山選手、宮西選手、今村選手、マテオ選手、パットン選手、マッソン選手、岩瀬選手で考えていくと、1、2、3、4、5、6、7、8人ぐらいかな、12分の8が狙いになってくるので、まあ、そこで考えていくと非常に、いい感じかなというふうには思ってるんで、まあ、ちょっと今回追加で回していきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。まあ、ちょっと特訓の下とかもね、非常に今現状少なくなってきたので、まあ、そこを考えてもありがたいかなというところですね。さあ前回はこのグレード1でですね、奇跡的にというか、まあ A ランクが出たので、まあちょっと前半戦でぜひね A ランク S ランク出していきたいですね。メッセンジャー、これは多分エース枠なんで今回追加になりましたね。はい、なんか写真ちょっと違和感あるような気がするけど、こんな状態浮いてるのかなこれなんだろう、キャッチボールかなんかの写真なのかな、なんか試合っぽくないですよねあんまり。うん、まあいいや。はい、OK です。さあ2連目グレード2いきましょう。お願いいたします。さあさあさあ、ちょっと前回34連で1枚だったんで、今回またちょっと上に振ってほしいな。さあ、ただ言ってもバリューでも S は出てるので、お、涌井選手も来ましたね。エース枠が着々と集まってきている。うん、今シーズンも強いですねやっぱり、球種も多いので。
まあ、ちょっとメジャー挑戦は残念ながらダメでしたけれども、うん、まあまあロッテで活躍してほしいなというところですね。さあグレード3というか、今これパットン選手を全力で狙っていってますけど、パットン選手の、まあ、あの奥さんというか、パットン夫妻に第2子がね誕生するということで、今ちょうどパットン選手はね帰国しちゃってるんですよね。で昨日もちょっと DeNA 戦で僕もずっと見てましたけど、まあちょっと中継ぎがねどうしてもやっぱ1枚軸がいなくなると、まあ、ちょっとバタバタするなというっていう感じはありましたけれども、まあねその第2子誕生のパットン選手をちょっと狙っていきましょう。さあもうここで手に入れたいな、本当にここで手に入れたい。いきましょう。うん、この演出ばっかりですね。もうだいぶ見慣れましたね、さすがに。はい、だからこのボールがスルスルって出ていく演出でも A が出たっていう方がいるみたいですね。まだ僕はちょっと確認できてないんで、それを 100% 信じてはないんですけど、ちょっと自分の目で見てみたい。さあ A ランク以上10チーム選手確定、行きましょう。さあ来い。お、確定分以外で鳥谷選手ナイス、ありがとうございます。今シーズンはセカンドで活躍してますね。さあ飛ばしてた選手前でしょ。 OK でございます。はい、鳥谷選手の能力こんな感じです。写真かっこいいですね。なかなかないんですけどね、そのゴールデングラブ賞の S ランクとかだったらまあ守備のやつが多かったんですけれども、なかなかちょっと普通の S ランクで守備状態っていうのはあんまないんでレアかなと思います。はい、OK です。さあグレード6いきましょう。そろそろ確定以外です。遅れお願いします。いきましょう。紙吹雪は来たよ。紙吹雪はでも別にそんなに、おカットイン来て、お来た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 、割れてよっしゃ来たー。確定分以外来ました。ここか、おおマジか。自チームは引けたんですけど、かぶってしまった。なるほど、まあしょうがないですね。これは 30% 引いたけどかぶってしまった。まあミキサー要因にしましょう、後々にね。お、倉本選手ナイス。これでシリーズ1の A ランクも全部揃えましたね。ここでもう1枚 S 来ないかな。はい、おお連発、倉本選手連発でしたね。いやー得点圏打率は今年も健在ですね。はい、ということで、まあ、S ランク 30% は引けたんですが 50% を外したという結果でございました。さあじゃあ行きましょう、グレード7。ここでもうねパットン引きましょう。パットン引いたらこのグレードアップスカウトはもう引けません。ただまあ岩崎選手、マテオ選手あたりはぜひ欲しいですね、特に。さあ頼むで、ホームランで逆転サヨナラチャンス来た。この青ももう確定なのかな、ちょっとそこが分かんないですね。青になったけど、お A ランク1枚目から来た。おおおお、田中ナイス。青になったけど A だったっていう報告あるんですかね。 A めっちゃ出ますね、大沢投手。さあということで S は確定です。いきましょう、パットン頼む。 30% 引いてパットンお願いします。さあ来い、ドン。マッソン選手でしたね。はい、まあいいでしょう、まあいいでしょう。はい、まあ、マッソン選手も狙いに上げてた一人ではあるので対人戦で使いましょう、特に。はい、マッソン選手の A ランクって今何枚やったのかな、ちょっと見ましょうか。パットン引けないな、なかなか引けないな、パットン。マッソンの A ランクはここに1枚あって選手量あったっけな、多分ないんだよな。マッソンの A ランクもそんな多分ねないんですよね。うん、ないっすね。坂本選手の称号用に置いてあるのと長嶋選手の A ランクしかない。てか巨人よく当たってるな、ここまで。マッソンの A ランクあるかな。マッソンの A ランクはそんなに持ってない気がするぞ。てか S ランクも多分今までで引けたの初めてかもしれないですね。あーでもいた、1枚。これで2枚目ですね。2枚目、同じページにはないか。なんで2枚しかないのかな。3枚4枚ぐらいあれば、4枚あれば全然強いんだけどな。ないっすね、多分2枚しかないんで。いや意外と当たってないもんだな、マッソンの絵。
ちなみにシリーズ1とかも弾けてないのかな。シリーズ1、去年のシリーズ1とかで弾けてればもうちょいあってもいいはずなんですけどね。あんま弾けてないのかな。マッソンそんなにないか。あ、ないですね。意外と弾けてないんだ。はい、まあ、そんな感じで結果的には S ランクはまあ自チーム 30% のところ1回弾けましたけど、残念ながらそこでパッドを弾くことはできず、三上選手2枚目、そして S ランクもう1枚はマッソン選手でしたよという結果でございました。いや、なかなかパッドへの道のり遠いな。遠いっすね、ここ本当に遠いなというところではございますが、ただでもまあ正直なところ、あのミキサーが復活してから、ていうかミキサーが復活するときに多分もうちょっと増えて10人弱ぐらいになってるかなと、10人前後ぐらいかなと思うんですけど、そうなったときに今三上選手の圧縮ができるようになりましたし、デスランクも枚数結構持ってるので、まあ、そこで狙いに行ってもいいな、うーんとは思ってますが、まあちょっとそこは考えましょう。はい、いやー、でもグレードアップスカウト、まあ今回そのね、他がいいんでね、他の選手もいいので、まあもうちょい回してもいいなとは思ってます。はい、ただまあまたこれで狙いが一人消えたので、まあでもマストン限界突破用で考えても欲しいか。いや、これ強いっすよね、普通にやっぱり対人戦で見ても、うんと思うので、まあちょっと引き続き、ガチャの方考えていきましょう。で、一応このガチャが4月の13日までというところで結構短いんですよね。うん、短いので、このスパンはどういうことなんだろう、ちょっとわかんないですけど、イベントと同時切り替わりになるのかな。今来ているスペシャルミッションも14時59分までなので、そこと多分同時切り替わりになるのかなと思います。はい、なので、うん、まあ多分そこで、またガチャが来るんですが、選手の追加なのか、まあもしくは別の、まあ TS はまだちょっと早いと思うんで、去年何が来たんだろう、ランキングとか来てんのかな、ちょっとわかんないですけど、まあそこの予想とかはまたちょっと別で、次の動画というか次またガチャ回すんであれば、その辺の話とかをね、していければいいかなというふうに思ってます。はい、まあそんな感じで今回動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。いやー、なかなか本当にパッドへの道のりは投手というところでございましたが、まあグレードアップスカウトもね、なかなか狙いやすいようで狙いづらい部分もあるので、まあ、ちょっと今後ねガチャにも期待していただければというふうに思います。これからもガチャの動画たくさん見たいよ、パッと狙ってまだまだガチャ回してほしいよという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回のプロスペースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。